DJ ウッチイエーイイエーイお題だよね、まずは。まずはお題が大事ね。そうですね。さっきちょっとね、1個目のやつが良さげだったけどね。そうそうそう。うんうん。さあ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 。行きまーす。さあ、引きました。何でしょう？エナジードリンク。ーいやバレンタインデーにね。いや、これもう一回引きたいな。おいいですか？もう一回引けちゃう？カレー屋さん出ちゃうかもしんないよ。そう。さあ。なんだろうなテレビのリモコン。おテレビのリモコン。チョコと一緒にテレビのリモコンを渡す。じゃあ行きますか。なるほどね。うん。それじゃあ、行きますよ。プレゼンタイムスタートです、うん、まあ、バレンタインデーということだよね。チョコと一緒に。あ、これはつまりね、テレビ、テレビのリモコンを渡すっていうことは、はいはい、僕らのチャンネルの選択権は君にあるよっていうことなんだよ。なるほど。つまり？つまり？からの？つまり、まあそれは実際リアルにテレビのチャンネルを変えてもいいし、はあはあはあ、まあ実際付き合ったとして、明日どこ行く？うち顔ばっか顔ばっかうち牛田さん脳が機能停止してますいやなんか時間が足りないのみたいね30秒だとねたどり着かないでほしいでもまあテレビのリモコンってことはつまりチャンネルの選択権っていうそうですよ、いろんなこと決めていいですよ主導権はあなたにありますよっていう意思表示としてなるほど。あげたいなって。そういうね。私の人生のチャンネルあなたが合わせてってことですね。そう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 。やっぱさ、ちょっと、すごい詐欺臭がするんですよ。